お客様の美と健康、お客様の方からですね支持される店作りというか、そういったものをモットーとしまして、グループ全体で、F、フランチャイズを含めまして約1200店舗の今展開をしております。電子棚札という形でですね、新しいその IT の機器を利用して、お客様のですね、利便性を高めるための、業務効率化というのを日々推進しているような形です。 DX の戦略でいうと2つありまして、1つは攻めの DX と、もう1つは守りの DX。 アプリを使ったクーポンとかですね、集客を促すようなアクションを、IT の技術を使って、戦略を立てていくというのが1つです。でもう1つは守りの DX ということで、店のオペレーション周りをですね効率的に回すというのがもう一つの DX の戦略です。電子棚札というダイナミックにプライスが変わっていきますので、毎週入るチラシに今までは人が全部ですね紙を差し替えてたんですけれども、差し替えもいらなくなるような形でですね、どんどんその展開を広めていくという方針でいます。導入前はですね、やはりその手書きでのそのポップの差し替えというのが多かったんですよね。ポップの発行自体も印刷会社に委託をしていまして、全国一斉に発送してもらうもんですから、今日を出してすぐに手に入るものではなくて、定期的に来ますので、急なその売価の変更とかですね、かけようと思うとやはり手書きのポップになってしまって、どうしてもその見た目の差が店舗によって出てしまうというところが一つ悩みでしたので、紙の削減と人件費の削減を目的に、電子棚札の導入に踏み切っていると。昨年度から導入を始めていて、ほぼその予定通りの人件費の削減効果が見込めているというのが今の現状で、今後はですねやはりちょっと加速度的に電子棚札の導入店舗を増やしていくというのが方針になっています。やはりそのチラシが入る前の日は、もう事前にですね、前の日の夜からそういう作業、翌日の売価の変更に備えて作業というのが入ってましたので、その辺のやっぱり削減効果というのはかなり大きいというふうに思っています。やはり売価のアンマッチがゼロになりますので、そこはやっぱりお客様への安心感という意味では、他社に比べてもですね競争力が出てるのかなとは思います。まずは全店の導入を目指すというのが一つで、もう一つはですね、せっかくその電子棚札になっていますので、攻めの DX にもですね将来的にはやはり使っていきたいなと思っています。電子棚札と棚割りの情報をジョイントすることによって、どの商品がどこにあるかみたいな形でですね、お客様がアプリで探したい商品を検索できるとか、リアルタイムに在庫が分かるとか、そういったものを実現しようとしておりまして、将来的には攻めの DX に活用していくというのがやはりその次のステップの目標になるかなと思います。